今の鴨志田だよな。あいつが正義のヒーローなんて。鴨志田とはどちら様なのでしょう。ああ、俺らの学校の元教師。一言で言いや、クズの犯罪者だ。でも、なんで鴨志田が映画に出てんの？あのふざけた格好とか何？まるで主役のような振る舞いだったか。まさか。私にもわかりません。ずっと今の映画だけが流れ続けているから。今の映画だけ。不思議なことに、異変が起きてからこのシアターは同じ映像を繰り返している。映写室に怪しい映写技師がいるのはご存知でしょうか。もしや不気味な黒い物体のことか。ボヨンボヨンしている。あれが映写技師？人形じゃなく生きてたのか？映画を流すからそう呼んでいるだけで、正体は私にも分かりません。あの黒い物体が映写室に現れたのは、この映画館に異変が起きた直後。何が目的か、映写室から同じ映像を永遠と流し続けているのです。怖い。近づきたく。とりあえず私たちはあれを銅と呼んでおります。銅？金銀銅の銅？いいえ、ジョン・ドーから取ります。ジョンって誰？外国人？知ってるか？その通り、よく知ってたね。日本語で言えば七種のゴンベイ。身元不明の遺体を指す時にも使われるね。ドーは映画を流す以外に。いいえ、何も。ドーはこちらの問いかけにも答えません。全てが謎の異形の存在です。なんか昔の私っぽい。ん？双葉、なんか言ったか？ああ、なんでもない。でもさ、ドーが流してる映画、どうして鴨志田なわけ？ドーと鴨志田って関係あるのかな？もしくはこの映画館と鴨志田が関係しているとかな。お待ちください。勘違いなさってるようですが、あなたたちがいらしてからなの。カモシダーマンという映画になったのは。なった？あなたたちが現れる前はカモシダーマンではなかった。え？じゃああれはもともとカモシダじゃなかったってこと？内容は同じですが、劇中のあのヒーローは顔も名前も全くの別人でした。登場人物がいきなり変わるなんてありえなくない？それもひっくるめてこの映画館の異変ということか。あなたたちも映画から飛び出てくるし、本当に驚くことばかりですね。え？今、なんて。俺たちが。ええ、皆さん、いきなりシアターのスクリーンから。待って、さっきから意味わかんない。でも、確かにスクリーンから。光さんも見たでしょ？うん。それで私たち驚いてしまって。ああ、いや、こんな幕から出るとかマジありえねえし。手が今スクリーンの中にスーって。錯覚じゃねえよな。まったく信じられないな。ちょっと待って、誠と春が映画の中にいたってことは、二人はスクリーンの向こうに取り残されてるってこと？おそらくそういうことになるかと。つまり二人を助けたければ映画の中に入るしかないんだ。助けに行くっきゃねえだろ。よし、じゃあ早速。って飛び込めばいいのか？どうしたの？光さんは皆様のことをひどく心配しているわ。映画の中は危ないからここにいた方が安全ではと。忠告サンキューな。でも危ねえから余計心配なんだわ。うん、助
助けに行くしかないよ。え、友達の友達なんて。光、うっし、気合い入れて飛び込むぞ。3、2、1。わっ、なんだよ急に。ちょっと待って。いい？わ、光さんは皆様のことがどうしても心配のようです。だから私に力を貸してあげてと。協力してくれると。お力になれるかもしれません。ついてきていただけますか。協力というなら、ひとまずついていこうぜ。そういえば、ここは、ここにある商品、異変が起きて、ここの品揃えも。すごい。ああ、ありがたいぜ。またあの妙な奴らに襲われるかもしれないしな。警官はともかく、あれだよ、あのでかい鳥みてえなの。なんだ？でかい鳥みたいなのって長い、ナビしにくい、舌噛む、生。じゃあチキン男。単純すぎというかダサい。なら案がつけろ。え、私トリトリッピ。可愛くしてんじゃねえよ。あの猛然と俺たちを追う姿、名付けるな地獄より現れし行かれる悪者。お稲荷はほっとくとして、映画の中の化け物だし、映画に絡めた名前とかどうだ。映画か、あんま詳しくねえんだよな。シネマ、ムービー、映画の化け物、フィルム・オブスキュリテ・タンデュなんていうのはどうかしら。え、フィルビア・ピル・デュ・デュ、早口言葉か。フランス語。映画はフランス発祥なの。悪くないが、長すぎるし舌がぐるぐる巻きになりそうだ。そうだな、略して FOE なんてどうだ。うむ、賛成。それなら噛まずに言えるな。な、あの強い敵の呼び方、決定だな。とにかく FOE は手強い。あいつには手出ししない方が良さそうだ。しかしそもそも、ああ、そういうのは後々、誠と春を探すのが先だろ。すまない、探偵業の悪い癖だね。さて、スクリーンのとこに戻っか。ちょっと待て、双葉、映画の外からナビはできるか。おう、多分なんとかなると思うけど。でも双葉だけ残しておくのは。双葉だけにはしない、我が輩も残ることにした。館内をいろいろ調べて情報を探っておきたい。ここを探る？さっき調べたんじゃないの？みんなちょっといいか。どうした？声を潜めて。凪たちだが、親切にしてくれてはいるが、初対面だ。二人の言葉が真実なのか、きちんと裏を取っておいた方がいい。なるほど、一理ある。ひとまずみんなで映画内を見てきてくれ。いいな。よし、決定だな。映画館は任せたよ。ナギさんとヒカリ、モルガナと双葉はここに残っから。それは構いませんが。本当に行くんだ、危ないのに。さっきも言ったけどさ、仲間が危ないからこそ助けに行くんだよ、当たり前だろ。まあいいや、みんな行こうぜ。頼んだぞ。だが深追いは禁物だ。何かあったら戻ってこい。うん、モルガナも気をつけて。まだ何かあるのかな。これポップコーン、もしかして
持ってって。では作戦あれねえ、ちょっと気になったの。映画の中に入ったら多分また変身しちゃうでしょ。怪盗団ってことバレたらヤバくない？え、怪盗団？げ、速攻でバレた。怪盗団っていうのは最近の事件？それともピカレスクロマンの映画でしょうか？私もよくわかっ…マジで？二人とも怪盗団を知らねえのかよ。なんかすげえショック。ごめんなさい、テレビやネットに疎くて。光さんも私と同じみたいね。あんま騒ぐな、知らないのは好都合だろ。怪盗団といえば一つ気になっていたのですが、映画の中での皆さんの服装や妖術みたいなのはコスプレ的な何か？めっちゃ見られてた。そのことですが、ナギさん、あれは僕たちにもよく分かっ、映画の中ではペルソナとかいうのが使えるようになってしまいまして、カモシダーマンが変化したのと同じ現象なのかもしれません。まあ、まったく不可解な現象ばかり。私たちもどうしていいのか。解決すべき事象が山盛りみたいだね。早くシアターに行こう。ご無事で何よりです。皆様、はい、マジ？何を売ってくださるのでしょう。何がご入り？定番商品は揃っておりますよ。武器でしたらこちらですよ。また